皆さんこんにちは。今日は思考を少し変えまして、久しぶりにマスキングテープ &DIY の動画をお届けしたいと思います。今回ご紹介するのはビーズ、あまりがちだと思うんですけども、ビーズとか小さいモチーフ、あと、最近バラエティショップに行きますとフレークシールとか可愛らしいシールとかも出てくるようになってきたと思うんですけども、そういった小さいものを収納する小物収納ツールを考えてみました。3年前に YouTube で皆様にご紹介した小物収納ボックスっていうのがあったと思うんですけども、覚えていらっしゃいますでしょうか。こういったボックスをご紹介していたと思います。こういったボックス、3年前まだずっと残ってるんですけども、ちょっとこのボックスを新しくリメイクしたいと思います。で、リメイクするにあたって必要なのはこの小物ボックスと、で今回マスキングテープを新しく調達してきました。家の近くにシャンブルさんっていうおしゃれ雑貨さんの専門主に洋服とかファブリックとかを取り扱ってる店舗なんですけども、そちらで先日マスキングテープがすごい通常だったら多分200円300円商品らしいんですけども、それが大幅値下げで、多分セールだったんでしょうか。こちら50円で調達してきました。もともと100円の商品が50円に変わっています。こういったファブリックテープと、あとは100円均一でも麻紐が売られてるんですけども、最近セリアでまた新しい麻紐が、小さい少量タイプっていうのがありまして、で、ミニチュアを作るにはすごい最適だと思って買ったんですけども、その糸を使ってこういったミニカゴをちょっと作っておきました。細編みで6目編んで、それぞれ増し目して、あとは奥の方でこういった風に、奥の方のところから立ち上がって、で2段だけ編んでいます。であとはこちらに今回合いづらいみたいですね。革のタグにスタンプを押しました。アルファベットのこれは A です。これを使って、この箱がリメイクできるか試してみたいと思います。そうですね、例えばこういったカゴに入れるもの、先ほどもご紹介したこういったパールのビーズとかを入れるにはいいですし、あとはこういった鈴とかよく使われる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。これもすごいジャストサイズです。
そこの鈴とか、あとは他にも小さい、まあ、ピアスとか持ってらっしゃる方だったらピアスも入ると思います。私はイヤリングをよくつけるんですけども、こういったイヤリングも多分入ると思います。これで収納ボックスが作れるか試してみたいと思います。ああ、このボックスのサイズに、そうですね、長さを合わせてマスキングテープを貼って、で収納できるかやってみたいと思います。はい、早速出来上がりました。先ほどのこちらのマスキングテープ、ファブリックテープですね。ファブリックテープをこのボックス、できてるんですけども、5センチぐらいにカットして、でこのサイズの場合はちょっと2本プラスあとこの半分ぐらいの長さに切って調整してみたところ、このように仕上がりました。ちょっと細かいところは多分空いてるかと思うんですけども、こういった感じで私は貼ってみました。でもいい感じに仕上がりました。こういうふうにチェス の駒っぽく駒っぽくしたらすごい雰囲気がガラッと変わってしまいました。今回はマスキングテープはお安く買ったんですけども、マスキングテープ大手さんでしたらMT さんがいろんな多分新作とかも出されてらっしゃるので、よろしければ専用のマスキングテープを揃えてみるのもいかがでしょうか。ちなみにMT さんはそうですね、いろんな東急ハンズさんとか、あとロフトさんとか、そういった専門文房具用品専門店でも多分取り扱っていらっしゃると思いますし、おすすめは私神戸の海江ですかね、海江ですごいいろんな種類の MT さんのマスキングテープ見かけました。よろしければすごく神戸デザインっていうのもありますし、ぜひよかったら試してみてはいかがでしょうか。で、早速これに貼り付けたものに、先ほどご紹介したこちらのミニカゴを置いてみたいと思います。どうしましょうか。こちらに置きます。これが A で、B、そして C、で D、で E、F、多分下が見えてないと思うんで、ちょっとカメラ移動します。で、H、 ABCD、 EFG ですね、 G、 H、 ちょっと救急車のサイレンの音が入ってますけども、で、I です。はい、こんな感じに揃いました。こんな感じで